どうもお疲れ様でございます。特化塾の久保です。今回のま姫大学特別講義は、会員制サイトね、オンラインサロンのやり方なんですけども、最もオーソドックスのは、あのー、サイト、専門サイトを作る、いわゆるホームページを作って、そのホームページにアクセスできるようには誰でもしてるんだけども、アクセスして、ホームページを開くときに、パスワードや ID の入力を求めるってやつですよね。で、パスワードや ID のこちらの方を販売するっていう方法ですよね。 まあそうすると何がいいかっていうと、このサイトっていうのは一部は見れるようにできるわけですよ。例えばトップページだけ見れるようにしますと。トップページは多くの人にご覧いただいて、興味がある人が他のページも見たいから ID とパスワードを売ってくれませんかつまりこれが会員サんとの入場サービスってことにするんですよね。まあ、こういうふうなサイトを用いたのが最も使いやすいんじゃないかなと思います。で、サイトを作るのがね、難しそうだな、めんどくさいなと。 思う方はメールマガジンって形でもいいと思いますよ。会員になった人はメールマガジン登録しますので、その登録手数料をいただくということで、会員になった人には専門のクローズドのメールマガジンが届くみたいな感じです。堀江貴海さんのメルマガっていうのもね、代表されるんですけども、私総刊号から取ってますけども、これはマグマグっていうところがね、あの主催していて、そこに月額880円払うと、 まあ、メールマガジンが毎週送られてくるという形なんですよね。年間でだいたい1万円ぐらい払うことになります。もうこちらの方、10年ぐらい私も払ってるのかな。うん。でも、10年間で10万円ぐらいですよ。安いと思いますよ、うん。で、これが、まあ、よくある形。メールマガジンでのオンラインサロンですか。まあ、その他ね、会員さんがいっぱい増えることを見込んだら、今お話したようなサイトとかメールマガジンで仕組みがいいんですけども、 会員さんがあまり増えそうにないとかね。別に3人とか5人とかだったら手作業で自分の会員さんに向けたメッセージを手入力でメールで送るのもいいんじゃないですか。その場合はブラインドカード本コピーを用いてメールで送るみたいなことをすればいいと思います。まあそれで会員さんが増えていきそうだったら、サイトの方をね、勉強したりとかメールマガジンを考えたりとかすればよろしいかなと思いますね。あとその他ね、うん、あの映像で送るってのもありますかね。YouTube を使って。会員さん限定の YouTube チャンネルっていうのを作って、まあ私も今ね、FX の方でやってますけども、そちらの方に、えー、入会してくださった方には、あの、シークレットな YouTube の URL をお伝えしますっていう形です。非常に少ない確率で、もうね、本当に天文学的確率で、この限定的な YouTube チャンネルにアクセスする方がいなくもないですけどね、偶然。まあでも、うん、まあここ5年10年で起きることはないでしょうね。 それこそ10万年ぐらい人生があったらねおなんか全然関係ない人が会員登録してるわみたいなね超偶然が起きるかもしれませんしね果たしてどうなんでしょうかはいということでね会員サイトの作り方今は多岐にわたっている方法がありますのでその中でいい方法を選んでいただければいいんじゃないかなと思います昔みたいに難しいね知識とかいりませんからねまあ、ただ なみさんが言われてたみたいに、ワードプレスでプラグインみたいなことをすると、とってもシンプルにまとまると思いますよ。ただ、プラグインって言葉に拒絶反応があって、なにそれ難しいわかんないって方が、もしね、いらっしゃったら、そこだけじゃないですからねってことを私の方からも、ちょっとね、参考にお話しさせていただきました。じゃあ、どうもお疲れ様です。